ウンドです。さあ、サードが出てくる。一塁アウト。ここはサードの胸。軽快な守備。やつ六三。空振り三振。ベース板の上、ストンと落ちました。はい、なんという反応力。いや、今抜けたと思いましたけどね、本当投手のこの反応素晴らしかったですね。ピッチカム、縦の変化、空振り三振。山本由伸が上回りました。ナホク、空振りの三振です。これで毎回の3つ目、どう攻略していくか。右方向へのフライ、打球伸びはありません。ライトが追いつきました。初球打ち、ファーストファールフライ、見逃しの三振。最後は鶴岡さん、フォークなんですかね。フォークなんですよね。もう低めギリギリに決めてきます。打ち上げた、キャッチャー若月。4球目、空振り三振。フォーク、清宮アウトコース、見逃しの三振。3番4番連続三振。いや、完全にね、裏されます。まっすぐ打っていった、セカンドゴロだ。この回も何でいくか。まっすぐ待っている、セカンド下がる。ゴンザレスが取りました。浮きちゃないな、一塁ランナー飛び出しています。ダブルプレーとなりました。スリーアウト。市民から打ち上げました、ショートへのフライです。紅林、足が止まった。空振り三振、152キロ。そのためにもうちょっと球数を投げてください。アウトコース。ここはもう投げミスが全くありませんでした。完璧なところでしたね。